皆さんこんにちは、ワンダリグルフリです。では今回はゲレンダ野望ジオンの系譜ジオン軍編続きをプレイしていきたいと思います。前回までにですね、オデッサ作戦、これの阻止に成功して地球侵攻作戦を継続中というところになります。でこの後は前回にもお伝えした通りですね、シャー、これをハワイからオーストラリアへ、さらにランバラル隊を東南アジアを経由して同じくオーストラリアへ、そしてプロイ3連星はこの後ヨーロッパのね、西側、まあ、フランスやスペイン、さらにイギリスベルファースト基地攻略の準備をしてもらいたいと思います。ロンメルはアフリカへ、そしてガルマは北米、宇宙の方ではガトをソロモン宙域へ、そしてシーマをサイド6方面へと配備を進めていきたいと思います。では早速今回はオーストラリアトリントン基地攻略進めていきたいと思います。ではまずニュージーランドにシャアの部隊が侵入してますので、ハワイからニュージーランドを攻略していきたいと思います。まあ、ここ敵の部隊3機しかいませんので、踏み潰していきましょう。ここにデブロックですかね、2、ここにもデブロックが1だと思います。これを撃破してこのニュージーランドで、ね、制覇、そしてニュージーランドからオーストラリアトリントン基地を目指します。破壊は非常さ、手加減はしない。これで攻略完了できると思います。デブロックにはバーニング隊乗ってましたね。まあ隊クラスを撃破できれば宝石地も稼げると思うので、ここは宝石地稼ぎもしておきましょう。私に出会った運命を呪うがいい。はい、これでニュージーランド攻略完了です。敵部隊の殲滅に成功しました。我が軍の勝利です。敵エリアに侵入しました。続いてランバラル隊がオーストラリア大陸に上陸、トリントン基地への侵入経路として、まずは、まあ、旧シドニーがあったエリアですかね。シドニーは、まあ、実際にはコロニーが落ちて壊滅しましたけども、そのシドニーがあった領域に侵入を行っています。敵の部隊ここも多くはないですね。ただモビルスーツが配備されていそうなので、そこだけは注意しましょう。ランバラル隊です。ここはランバラルがシドニーに展開しているガンキャノンガンタンクを撃破していきます。これで、このねシドニーも確保できましたので、次のターンでニュージーランドからはシャー、シドニーからはランバラルがそれぞれトリントン基地に突入をしていきたいと思います。ではトリントン基地に侵入していきましょう。今トリントン基地は、8つの生産工場で全部稼働してますね。これらを生産される前にトリントン基地攻略していきましょう。現状部隊数も多いな。ここはねシャーとランバラルド同時に侵入していきます。まあ、ご覧の敵の数の多さですね。まあ、ちょっとまともに戦ってどうにかなるか微妙なところではありますが、頑張っていきましょう。画面の上の方からはですね、ランバラル隊が、で画面の右側の方からはですね、シャアの部隊が入ってきてますので、まあ、それぞれね、攻撃を仕掛けていきたいかなというふうに思います。まあ、多少の犠牲が出るのかなというのはちょっと覚悟しておいた方がいいかもしれないですね。舞台は今こんな感じで展開してますね。マップの上左 E 方面からはランバラル隊、マップの右の方からはシャアのズゴック隊が侵入をしています。まあ、ここは多少の犠牲を払ったとしてもですね、ドリントン基地攻略していきましょう。ランプ隊行くぞ。
もうここはガンダムとか普通に出てきてるからな、まあ、ランバラル回復しながらですね、攻略は進めていきましょう。敵を発見しました。攻撃します。これはアコースですね。まあ、これらのキャラクターはもう漏れなく撃破した後コアファイターになって復活してくるので、本当にね、あの手間がかかる、余計に一旦かかるっていうのを覚悟の上で、攻撃をね、仕掛けていくしかありませんので、パイロットをしっかり乗せた高性能ユニットで1ターン目でね、ガンダムとかガンキャノン、ガンタンクを撃破して、2ターン目でコアファイターもね、続けざまに撃破できるように、計らいをしていきましょう。戦いとはいつも2手3手先を考えて行うものだ。よく覚えておくのだな。ここはアムロのガンダムを撃破。親父にもぶたれたことないのに。ただコアファイターとして生まれ出てきますからね。いや、ここにまで、RX シリーズが投入されてくると苦しくはなってきますね。ランバラルは特攻します。まあ、ちょっとランバラル、コズン、クランプ残れないかな。残ってくれたら嬉しいんですけどね。ランバラル特攻です。安心して俺にやられな。コズンもやられたか。まあ、ランバラルにはもさらにね、ドムを支給してあげましょう。それで先生に復帰してもらいます。ようやくユニットの数で逆転できましたね。ジオンが15、連邦が14という状態です。まあ、ただ味方はねだいぶ傷ついているので、どこまでこらえきれるかというのはね、しっかり見極めていきましょう。我々を舐めているのかな。まあ、撤退はないので、あるとすればですね、ここからは増援をね、送り込んで長期戦に持ち込むという戦い方になると思います。赤ん坊も同然よ。ランバラルが特攻してくれたおかげでだいぶ敵の数減らせてきました。このままできればね、押し込んで、いきたいと思います。押し込むにあたってはエネルギーを補給しながらなんで、ファットアンクル、あとはホワイトベース、これをね、うまく使っていきたいと思います。ここもね、ガンタンクを撃破して、終わりだったらこのターンで、リントン基地攻略完了になるんですけど、ガンタンクが1ミリ残ったおかげで、ここで撃破しても、コアホワイターとして、生まれ出てくるので、このターンでのトリントン基地攻略残念ながらならずということになりそうですね。では生まれ出てきたコアファイターを倒し、このトリントン基地攻略を完了させていきましょう。トリントン基地攻略では、まあ、ランバラル隊がね、クランプを除き壊滅するっていうね、大打撃を受けましたが、そのランバラルの特攻のおかげもあって、トリントン基地劣勢の状況からではありましたけども、無事に、ね、攻略を完了することができました。このゲームだとね、パイロットは死にませんので、ランバラル隊は北京でまたね、ドンを補給して、戦線に復帰してもらいたいというふうに思います。選ばれた騎士であるこの私に勝てるわけがないのだ。ベルファスト基地の攻略が可能です。はい、というわけで、今回はシャア、ランバラルの部隊がそれぞれ、部隊を率いてトリントン基地攻略を行ってくれています。次回は今ご覧いただいたよりベルファスト基地攻略できるようになりましたので、ベルファスト基地攻略に向けてですね、ヨーロッパ方面で展開している3連星、これをね、振り向けていきたいと思います。で、ベルファスト基地攻略に向けては3連星ドムが中心なんですけども、ここにズゴックを何機か、補充してですね、ズゴックでベルファスト基地攻略できるように準備もしていきたいと思います。では、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、またこの続きをプレイしていきたいというふうに思います。